皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。プチカプガエスト部第5回目。第5回目。なんと発売記念でーす。おめでとうございます。ついにカナタンも5回目にして任務ご苦労様でした。終わってない。あとは我々に任せてもらおう。来た瞬間終わったみたいな話ですかね、これ。無事に発売することができたので、はい、カナタイムこれにてさよならということで。もてあそうだもん。ありがとう。私のこと。というこの後はプチバナ、はい、プチバナガイストーブになるよ。プチバナガイストーブ。はい、ということで今日ははい、じゃーん、あー出ましたね、出ましたね。ついに発売されました。イエーイ。ということで早速カナタインが手塩にかけて育ててきたこのガイストクラッシャーをゴッドにアップデートしようと思います。引き継ごうって言おうと思いました。そうそう、引き継ごうと思って引き継ぎます。引き継ぎち引き継ぎちって何。引き継ぎます。もう引き継ぐん、あというかまあプレイするのね、これいきなり。そうそうそう。なるほど。これまず開けないと、開けて中身見たい。いよいよ、さあ何が出るかな。楽しみだなこれ。何が出るかな。ビービー。こういうの我慢できない子。ガイストクラッシャーゴッドが入ってるかな、入ってる方は大問題だよ。本当あのせーの、びっくりじゃーん。ガイストクラッシャーゴッドゴッドゴッド、カクカクしちゃう。あ、QR コード隠しちゃう。QR コード隠しちゃう。いきなりあかんことやってる。これを入ってましたね。入ってなかったら大問題。入ってましたね。入ってました。じゃん。当たり前のようにね、はい、あのデータ引き継ぎが今回は入ってますので、前作を遊んでいただいた方はガイストクラッシャーのデータが、セーブデータがね、ガイストクラッシャーごとに引き継ぐことができますので、まあカナタイは早速引き継ぎをやるというこのシーンを、あ、じゃあここでやっちゃうんだ。やっちゃう。なるほど。はい、ということでこれこれ、ここです。セーブデータ引き継ぎ、はい、これやるわけですね。ここで今ちょっとボタンをクリックしました。ここにセーブデータを引き継ぎっていうのがありまして、これでデータを引き継ぎますか。はい、これもちろんはいでしょ。はい、やるよと。はい、準備ができたな。じゃあ早速Aボタン押してください。引き継ぎ開始しますかと。はい、ではこれが引き継ぎの儀を行うので、はい、まずはゴッドのカートリッジを抜いていただいて、前作のカートリッジゲームカードを差してください。ガイストオン。で、差し込んだら A ボタン、はい、読み取り了解しますか、はい、はい、読み取ることができましたので、A ボタン押してください。で、ここでガイストクラッシャーのゲームカードを抜いて、もう一回抜いて、はい、データを持っていきたいゴッドを再びガイストオンと、はい、読み取りをここから始めます。ドキドキ、ボタン押してください。できました。なんと、もうできた。一瞬だった。失敗なく、失敗なくね、一瞬で再起動です。ここからこういう形で、さああとは超ワクワク、魚単位のデータがね、うん、ちゃんと入ってるのか確認しましょう。ドキ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 、ゴイゴイきた、ゴイ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 、ドキドキガイガイが来た。さあここでゲーム開始を。おお、はい、あ、この画面重要で、これ、これできましたね。はい、え、見せていいとこ。全然いいですよ。ほらすごい、こうやって始めた瞬間にパッて出てくるの。これあの引き継ぎ特典のアルティメットゼウスが、あ、ゴッド編が解放されました。はい、これね、カナタがクリアしてたということですね。はい、クリアしてるとすぐね、このゴッド編が解放されると。で、引き継ぎ得点がさっきのアルティメットゼウスだね。はい、いっぱい入ってるよ、いっぱい解放されてる、いっぱい解放されてる。あの前作のクリア、あ、これもちょっと見せた方がいいですね。はい、どうぞ。おお、じゃん。 GNA 遺伝がね、これできるようになりましたっていうアナウンスも、クリアデータを引き継いだ方ならすぐ出ます。なるほど。はい、遊び方、まあ、分かりやすくね、いろいろ変わってるんで、うんうん、はい、と、じゃあちょっとデータベースを見てみましょうか。はい、さあちゃんと入ってるかどうか、ガイストファイル。おお、いっぱい入ってる。わあ、すごいすごい。で
どっかにアルティメットゼウスがいるはずなんで、その最後かあ、いた、アルティメットゼウスだ。これだ、これ見せちゃいましょうか。かっこいいアルティメットゼウスだよ。はい、これはあのデータ引き継ぎ特典になってるので、うんん、はい、データを引き継いだ人だけが手に入れることができるのだ。おお、じゃあ無事にセーブデータの引き継ぎもできたということで、うん、いよいよこれからね、アイスクラッシャーゴッドに入っていくわけですが、うん、これにてカナタイは卒業します。待って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 、本当に今までありがとうございました。うんうんうん、あの一応今日カナタイは これまで着せてもらって、あ、そう、何しよう変わってるの、キリいや、衣装変えたいなぁ、もう。いやいやいや、衣装とかじゃないから、衣装とかじゃないから。もう夏は偉い。でも、そうですね、夏はほんま偉い、ま、はい、そういうことで首きついじゃん。首もきつい、もう首きついじゃん。で、これ企画した人誰、これすごい大変だよ、これほんと夏にこれ死んじゃうよ、こんな道。一応、ね、戦闘でも耐えられるように。あ、確かにね、雨も丈夫な素材でできてるわけです。そうですね、これじゃ見てください、これ刺繍ですよ、これこれね、金かけすぎてて本当にやばいんですよ。さて、何してるの？はい、ということで、その気持ちはすごいわかるけど、ハマりたいんです。そうそう、あの、私、今日発売しました、はい、ついに、はいはい、で、かな隊員も、はい、こんだけいっぱいやらせていただいたので。そうですね、外出も長かったですからね。そうなんです、はいはい、で、ついにいよいよあの、まあ、かな隊員として認めてほしいなと、はい、なるほど、はい、認めましょう。うん、うん、何もしてないのに認めちゃって本当。あ、ダメ。お安いお安い。そう、そこで今日はガイストで3本勝負を私としていただき、はい、そこで私が勝ったら、勝ちを取ったら私をちゃんと正式にガイストクラッシャーのカナ隊員として認めてください。なるほど、じゃあ今まで何隊員だったのそこがまず聞きたい。カナ隊員風みたいな。風、うん、自称、自称かな、ハテナついてたみたいな、カナタインみたいな、スポーツみたいなですね、はい、3本勝負、はい、ね、そうなんです。そして今日は3本とは言わず、もう4本、5本とね、まあ、本当はいっぱいやりたいんですけど、今日1本、3本って言ってるでしょ、さっきから、はい、それが、今日4人でやろうと思ってるんです。なるほど、はい、カナタインのご両親がついにここで呼んでる、実は今日は総出で、実は今日はそうで、家族そうで、違う、違いますね、今日は親戚じゃないですけど、はい、今日は、はい、私とバの隊長は敵に分かれて、それはまあ一応テストやからね、そらせんのはダメよね、はい、はい、なのでバの隊長はあの雑誌とかでもおなじみのね、はい、ゴータインとペアになっていただきます。初めて聞いた。いや、初めてじゃない、いつもずっと一緒にいる、ずっと一緒にいる、はい、ゴータインと、ゴータインと、あ、いいっすよいいっすよ、ゴータインとバの隊長ならもうバッチリ、はい、また言って、カナ隊員は、はい、ゴイ隊員をつい、ゴイ隊員とついに搭載するときが来た。いいですね、これ例えるなら、うん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 、ほら、あの、ゴー隊員すげー見てたから今、はい、わ、はい、かりました。まあでもね、やっぱタッグマッチなんで、はい、これでもゴイ隊員ってかなりの腕前でしょ。そうですよ、うちの中で、うち株の中では、イカ部の中ではかなりの外装クラッシャーだと、まあ視点の中でもって言ってもいいかもしれないですね。なるほど、カプコン東京支店の中でもかなり、うん、上位に入る、はい、ああ、それはいいの連れてきましたな。バナ、ゴー、カナ、ゴイっていう若干ちょいちょい被ってる感じ、似ててよくわかんない、ややこしい。ということで、これから試合を始めようと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、頑張るぞ。さあ、早速始めて参りたいと思います。すごい気合いの入り方、すごい詰まってる。はい、ということでチームをちゃんと分かれてみました。ゴータイン、ゴイ、カナ、バナ隊長、もうみんなバラバラですね、これね。いや、正しいです、何も偽ったことはない。あ、そうか、そうか、カナとゴイがね、ちょっと、はい、これね、あの、今回は、はい、レベル固定というのが入ったんでね、うんうん、ちょっと、レベル20で固定でやってみようかなと。ちなみに、バナ隊長はミリオン万年をレベル50にこれしてるんだけど、今回スタートするとレベル20になるので、はい、なので、レベル1の人でも50の人でも、あの、自動的に指定されたレベルに合うぞと、というものになっております。何使うか丸見えだね。そうだね、恥ずかしすぎるわフリーやろって、ね、見たらあかん。さて、じゃあ3本勝負なんで、はい、とりあえず1戦目はいわゆる、まあ、あの
進化前のガイメタル中心にちょっと上縛りでやってみましょうか。はい、ゴールデンに決めてみせる。良いですか皆さん。はい、いいのよね。じゃあめっちゃやりづらい。大した戦闘。じゃあいきますよ。はい、良い線の中野隊員と村隊長がリーダーでございます。はい、リーダーはエクストリーム使えるよ。いくよ。ガイスト、オン。お、やられた。スライディング。あ、2対1になってるぞ。ちょっと、ボタン、やばいやばい。ボタン何やってんの。よっしゃー、ナイス。あ、うまい。え、めっちゃうまいぞ。やばい、ボタン負けるよ。あ、負けた。あ、分かった。あ、ありがとうございました。マジですごいすごい。ちょっとちょっと、どんな感じよこれ。俺結構やられたよ。じゃあ見てみましょうか、リザルトね。すごいすごい。ちょっと待って、俺ら何もやってないんちゃうのこれ。あれ、バナ隊長そこそこダメージ与えてる。あ、圧勝じゃないですか。かな、5位が。5位単位すごい頑張ってるね。うんうん、桁違いに頑張ってるね。で、さあとどめを見てみましょうか。5位単位5回、カナダイ2回、あ、隊長と隊員も1回ですね。で、5隊員4回。負けすぎだろお前。まあ俺も3回負けてっけど。そうだよ。はい、まあね、ガイストアーツはみんなカナタにだけね、使わずガチでいきましたね。はい、カナタには2回とどめをさせております。はい、なんで負けちゃったよ、あれ。あれ、ちょっとこれ、最先、私特訓した回があったんじゃないですか。ご遺体のドヤ顔がもうすごいね。ご遺顔がすごいね。ご遺顔がね。はい、じゃあ早速もう一回やるの。もう一回やるでしょ、2戦目でしょ。2戦目。じゃあ2戦目は、こうしましょう。今のはね、ちょっとガイストギアの紹介する間もなく終わったけど、うん、そうですね。あの、一応強いやつ OK ということで。2戦目。今回はね、ちょっと紹介したいけど、ゲームに入るとカナタインとゴイタインが殺到してくるので先に説明をしますが、はい、ちょっと何でもありなんで、せっかくね、ゴッドでやるんで、アルティメットゼウスを隊長使ってみます。これ引き継ぎ特典のキンキラキンのゼウスを使うと思います。絶対強いじゃないですか。いや、でも何でもありなんで、別に皆さん強いの使えばいいじゃない。大人げない。いいじゃない。わかりました。アルファでもバクリューでも使えばいいじゃないのよ。これがニコってしてました今。いや、ちょっと怪しいね。怪しいですね。怪しいなぁ。バコリューとかブラックとかプラチナくんかな。もう怪しいなぁ。じゃあ行きましょうか、皆さん。はい、なんかドキドキする。 OK ですか。行きますよ。はい、本当に負けらんねえわ。行くよ。はい。ではガイストオン。今回はこれはですね、ゼウスステージですね、これ。風神がいる、風神が。これからダインやろ。はい、これから雷やから言う。あ、つらいつらい、今私すごいつらい状況になってる。あ、でも、ゴイさんに。え、ゴイタイは何なの。ちなみにこのバーニングシュートは障害物があると跳ね返るという、とっても素敵な。そしてここでバックレッツさん当たってね。よっしゃ、つかまえた。これ誰、これ誰、私だ、これ誰。これ5体勝った。瞬殺だった、余談だった。やばい、私がすごいやばい。プラチナとあれ、何でしたっけ、ウロボロス、スカルトウロボロスです。に対して、あの、風マスター風神デック。さあ、結果発表。どん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 。ねえ、
これはいったぜ。はい、さあ一番活躍したのは豪太院でございます。そして与えたダメージが少ない方は4位、カナタインの799ポイント。桁がやばいんだけど。桁2つ違うね。じゃあ早速トデミを刺 した回数、倒された回数見ましょう。豪太院5回、やべー、5位隊員3回、バナ隊長2回、あんまり活躍してないな。さあさあ倒された回数が一番多かったのはカナタインの5回でした。やばい。ということで、やばい、はい、今回はバナ隊長チームの勝ち。イエイ。やばい。でもまあね、な流れとしては正しいよね。勝って負けて勝って負けてね。え、すごいやばいって顔してる。どうしよう。5位隊員ちょっとなんか喋ってよ。カナだよ。バナだよ。違うよ。はい、ということで3戦目でございますが、まあ、3戦目ちょっと場所を変えたというのはカナ隊員の画面で見てもらおうかなということで変えました。まあ、あの1戦目はアクシデントによりカナチームが勝ち、アクシデントじゃないし、で 2本目は順当にチームバナが勝ちましたと、うん、差がありましたよ、差がね。確かに、まあ、無制限にやるとね、やっぱこういう傾向出ますんで、こっちは、アルティメットゼウスとプラチナガルダ、ガルディア、はい、で、カナチームはまさかの風マスター風神と、スカレットウロボロスと、まあそりゃね、風神狙われますねと。すごい、落ちてこなかったの、浮いたの。これもうね、こっち雷だったんで、何のゲーム、風属性見かけた瞬間にもう殺到してる自分がいたの。で、今回はちょっと平等にしましょう。お願いします。はい、せっかくなんで3戦目はこちらね、うんうん、じゃじゃーん、今回特典でついている、うん、はい、超進化型ガイストギアを5つあるんでね、うん、その中から選んで対戦ということにします。はい、これならまあ平等でしょう、うん、ね、みんな星も1個ついているということで、うんうん、なんか物言いたそうやけどね。はい、くそー。はい、じゃあ早速みんな選びましたか？選んだぞ。みんな準備して。バナ隊員リーダーでしょ。リーダーリコールしてください。はーい。ボディーン。リーダーリコールしてるよ。あ、してるしてる。はい。うん、はい、じゃあいきますか。はい。いきます。では、ステージ。あ、決定した。あ、いいっすね。最後、火山ですよ、火山。そうですよ。緊張するわ。さあ、行きましょう。はい。ガイストをオーン。もっと、もっと、こうやって、おりゃ、お、これはキャラがバラ、あ、バラバラだ、すごい。イリナと、ブリッツ・ドラグーンと誰か来たぞ、今、イズナが、イズナさんが、これ何、この動き、これ動いたいんでしょ、これ。このキビキビした動きは、トナタイのもんでない。ちょっと有利でも不利でもないのに、遠くの彼方にバーニングボムを投げ続けるバナ隊長。すごい。ご遺体がいた、ご遺体が。今回はね、最終戦ということでライフセットは10でお届けしておりんす。おっしゃー。さあ、完全に有利に進めているよ。よしよし、食らっとけ、食らっとけ、隊員食らっとけ。よっしゃ。さあ迫ってちょっとね、難敵のご遺体まずいんじゃないのこれ。私そしてあーやばい。よし、やっぱりねライフ10もあるとエクストリーム使うといい感じですね。狙え、オッケー、刺さった。まずい、私の死に方が半端ない。ご遺体が逃げてるね、これ逃がせへんで。ほら、あ、でも今のあれでしょ、ちゃんと。おっしゃ、これ、立ったところ狙うよ、狙うよ、狙うよ、おらっけ。よっしゃー、シャコ。あー、ほら、赤のやつや、赤のやつや、やばい、これ、これ誰、やばい、ごめんなさい、ピヨタ、ピヨタ、ゴータン、助けて。連続で来てるよ、来てるよ、来てるよ。ちょっとガイストをクラッシュするかのように攻めるのやめてくれるかな。ちょっと、距離を置きます。距離を置いてからの、ひどい、絶対逃がさない。どこ行った、どこ行った、やったどこ行った、いた。待てや、
じゃあ飛び道具入ってきて、どうした、オッケー、だずるいよ見た、このいいところもちゃんと見せて、さあ結果発表、バナタイン、あ、バナタインじゃねえや、カナタイン、結果、結果見せて、結果、はい、じゃあこれ上下ボタンでね、送ってください、はい、はい、角度、まあね、赤いやん、これすげえ、受けたダメージ、カナタイン、23,206 さあさあ、あ、とどめを刺した、刺した回数はなんと5単位が8回、まあ、バラ隊長は結構ね、エクストリームフォームで頑張りましたよ、ゼロってどういうこと、カナタイン0回、さあ、そして、やられた回数見てみましょうか、バラ隊長1回、5単位2回5位単位2回以上ですね。最後に第4位はカナタイの9回でございますこれあ、でもほらうちらめっちゃアーツ使いスタート、アーツ使いすぎやろということでバナ隊長チームの勝ち、拍手はしないよ、いやしてよしてよ、いつもみたいにこう拍手するたびちょっとこうもみ手を入れるような感じ、いやいやこういう感じ、ね、ちょっと護衛隊員がすごく辛い顔をしていてやばいですね、それは作った人だもん、ブルブルブル、大人げない、大人げない、もう1回目何やったってね、ちゃんと吐かしましたよということで、これでカナタイムは卒業、え、なに、あ、違う、卒業にすらならないってことじゃ、だから所属してないから、なるほどね、カナタイ隊員になれずどうしよう、これやっぱ作った人は強いな、作った人は強いな、隊長作ってない、隊長作ってない、隊長は攻略隊長なんで、攻略隊長だから強いの、あ、そっか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 、ちょっとゴミ隊員これどうしたらいいんだろうね、どうする、もう一回、もう一回やるのこれ、これね、私本当に得意なのが、まあ1回目は強かったよね、あれがね、あのギアが得意なんです、すごい、バーンサラマンダー、はい、またまた、あ、でもね、バーンサラマンダーも今回はGN エイデンで強化することができるので、まあ、クリアするのが前提になってるんだけど今からじゃちょっと頑張る、うん、あ、なるほど、はい、僕は頑張るとえ、じゃあもう一回やろう、これやりたい、あ、なるほど、発売はしてしまいましたが、はい、じゃあプチカップガイスト部は続行で、ガイスト委員会として、委員会、違う、うん、違いますよ、ガイスト部として、ガイスト部として、なるほど、はい、続けていきますよと、そうですね、なるほど、ちょっとこれご遺体員どうしたらいいだろうね、これもう一回、もう一回、なんか今もう一回気持ちよく負けました、ね、イエーイ、気持ちよく大逆転、すごい気持ちよく負けたんですけど、はい、やっぱ対戦めっちゃ面白いですね。あ、面白かった。盛り上がります。はい、まあね、まあボロクソに負けたし。でも1回目勝った時のテンション全然違うんだよ。どんだけ自己中。振り向いたら常にこうやってシタタタタタタって追っかけてきてるんですよ。もう、まあ、今のはね、恐ろしすぎでしょ。今のはちょっと解説をちゃんとすると、はい、聞く気ねえなー。まあ一応ね、僕個人的には僕はあれですね、炎属性のイクシードフェンリュでスタートして、うん、まあ、開始と同時にみんなのギアが分かるわけ、うん、で、あ、仲間がガルダだと、風だと、うん、で、相手がオロチとゴイタイヌドラグンだと、うん、だから、地と雷でしょ、うん、で、フェンリュに苦手は風なんで、味方なんですよ、はははだから、まあ、敵に苦手いねえと、ところが、味方の苦手属性がドラグンなんで、なるほど、だからこっち側は一応僕は体調的にはドラゴンをなんとか止めようっていうね、そういう動きに動きで、ゴータインはまあカナタイのオロチを必然的に倒すと、この作戦が的中でございました。まあなんか複雑ですよね。いやいや、そんなことない、そんなことない、きっちり説明いただいていてあれですけど、そうそうそう、戦術があってこそですよ。でもなんかその4人でやると、いわゆるその今みたいな属性の組み合わせとかも考えながらやるし、そう、ね、なんか頭使わなきゃいけないし、なんだろう、性格出ますねすごい面白かったです。まあ1戦目のね、カナタインはこう結構、はい、格闘強いなって分かったんで ね、はい、まあ、それをちゃんと考えて僕は最後
遠距離から弾をボン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 投げましたんで、そうですね、振り向いたら弾も人も追ってきてるみたいな状態で、ちなみにね、あのちょっとずっこいことしてて、はい、あの1戦目2戦目と僕はね、飛び道具の技を変えてるんですね。はい、1戦目2戦目は直線上に飛んでいくバーニングシュートっていう技で、3戦目だけはバーニングボムっていうね、こうボヨンボヨンバウンドしながら行くっていうちょっと鬱陶しい技に変えてみました。なんとなくは分かってました、食らってましたけど、はい、これでフィニッシュしたのは俺だ。これすごい面白いし、これからますます私鍛えますので、はいはい、もう一回チャンスが欲しいなってかなたん今思ってるんです。しつこいかもしれないけど、いいよ。あ、すごい緩い、すごい緩い、すごい緩い。ありがとうございます。ちょっとその際には、はい、5隊にも5位隊員にも出てもらい、はい、4人で改めまして、またじゃあ対戦、対戦したいです。なるほど、対戦する、対戦楽しいです。はい、まあ、ちなみにあの今日これ発売なんでね、そうですね、はい、あの今日からかなたんがインターネットに出没すると、皆さん自由にかなたんと対戦してあげてください。絶対ボコられる、はい、基本、はい、サラマンダーがおろしてくるみたいなんで、ドキーン、はい、狙い倒してください。めっちゃ劣化鍛えます今から始め直しちゃう、はい、はい、という感じで、はい、まあ、無事に発売することができました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごく楽しいので、本当に面白いので、ぜひ皆さん、あのまだね悩まれてる方はお近くのおもちゃ屋さんやゲームショップで、ゲームショップで、またはeeカプコンにてお買い求めください。はい、はい、ということで、また次も生まれ変わったカナタインを見せるのでよろしくお願いします。またやるわけですね。やりますよ。はい、次は何回、6回、7回、6回目、次は6回目と、6回目、もう6回目、はい、多いなこれ。いやいやいや、そんなこと言わないでよ、はい、まだまだ、じゃあまだまだまだ続くよ。はい、まだまだ続くよ。はい、プチカプガイストでございます。はい、はい、じゃあ負けちゃって悔しいけど、次のために練習するので、皆さんもぜひ、あの懲りずに見てねー。ありがとう。